fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ、かほけられた地球が起こって、火山を爆発させる、飛行みたいね、チャラヘチャラ、何が起きても気分はヘノヘノカッパ、チャラヘチャラ、胸がパチパチするほど騒ぐ元気が、チャラヘチャラ、思い知らせてやるぞ、サイヤ人。誤算だった。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。生き延びていた孫悟空のことを知る青年は驚くべき事実を伝える。今から3年後、ドクターゲロという科学者が作り上げた人造人間が現れます。そして悟空さん、あなたは今から1年後に心臓病にかかり死んでしまわれる。青年の名はトランクス。なんと未来からやってきたブルマとベジータの息子であった。孫悟空に薬を渡し、未来に帰っていくトランクス。そして3年の月日が流れた。新たなる脅威、孫悟空、貴様は我々に勝つことはできない。スパイロボを使い、貴様の戦いを偵察していたのだ。なるほど。だがナメック星での戦いも失敗したんか。その必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。確かにかなりのパワーアップを果たしたようだ。だが、わしは当然として19号でも十分に倒せるレベルだ。あ、そう。じゃあその強さを早速見せてもらおうかな。どうしたんだあいつ。勝っているっていうのにかなり辛そうだ。お父さん、病気なんだよ、心臓の。うわうわ、まずいぞ、エネルギーを。カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。スーパーサイヤ人ベジータ。
これまでの動きを見ていて分かった。貴様ら噂ほどとんでもない弾じゃなさそうだ。肝心な部分を聞き逃している。ベジータ、貴様の格闘技はすでに知り尽くしている。計算だけで分かるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、そんなバカな、なんであいつがスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願う。そして凄まじい特訓を繰り返し、ある時俺は自分の限界に気づいた。自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな、たわごとはそれぐらいにしておくんだな。所詮はわしたち人造人間の敵ではない。食らいやがれ、こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。しかしドクターゲロは新たな人造人間を目覚めさせる。行っちまったぞ。あいつらどこよ。この俺がここにいるというのに無視しやがった。ざけやがって。貴様ら、これからどこへ行くつもりだ。孫悟空のところよ、殺しにね。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端なやつほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって、さっさとかかってこい。いいわ、私がやる。頭に食うぜ、ケロッとしてやがる。なんだ、大したことないんだね。なんだと。スーパーサイヤ人となったベジータであったが、新たに目覚めた人造人間には歯が立たなかった。待っていろよ、17号、18号。今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。出たな、化け物。次はお前がこうなるのだ、ピッコロ大魔王。貴様はどういうわけかピッコロを知っているようだな。だが残念だ。人違いだ。邪悪な予感。人違いだと？貴様はピッコロ大魔王ではないというのか？そういうことだ。貴様は一体何者だ？私の名はセル。貴様らやフリーザ親子の細胞を持つ未来から来た人造人間だ。何？未来から来た理由は何だ？人間どもの生体エキスだけではなく、17号、18
18号を吸収して完全体となることだ。17号、18号は必ず手に入れてみせる。邪魔はさせんぞ。太陽剣。ピッコロたちから逃げながら人々を襲いパワーアップしていくセッ。病気は治った。ほら、このままじゃとても勝てやしね。ご飯連れて修行しようと思うんだ。じゃ、行ってくる。それから一日が過ぎた頃。よう、孫悟空はいるか。忍び寄るセル。何も喋らなければ殺す。いいな。そう簡単にはいかんぞ。人造人間でもないのにやるじゃないか。だが、俺のエネルギーは永久に減らない。勝負はこれからだ。とうとう記念すべき日がやってきた。この私が17号18号と合体し完全体となる日が。超えてやる、スーパーサイヤ人。さらに邪魔だ。失せろ、カカロット。そう言うな。修行にいい場所知ってんだ。ここだ。誰から伝えた？ベジータとトランクスが先に見える。後悔することになるかもしれんぞ。しかしその間に最強の肉体完全体を目指すセルがさらなる進化を遂げてしまう。カカロット、貴様がこれから入っても無駄になる。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。ベジータに自信あり。貴様がセルか。降りろ。セル、お前を粉々に砕いてやるぞ。私を？貴様がか？そうだ。よく見るがいい。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ！その程度とはな。ぶっ殺すのがバカバカしくなってきたぜ。ぬおー、畜生。完全体に、完全体になれさえすれば。ほう、ならば完全体とやらになるがいい。楽しみにしているぞ、セル。そこにいたか。18号太陽剣。
完全体完成。思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。こいつは失礼した。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいだろう、ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。本気でやってないな。だからウォーミングアップだと言ったではないか。ふざけるな。どうしたのだ、さっきまでの勢いは。笑えよベジータ。私は未来からやってきた人造人間セル。17号18号を吸収して完全体となり、圧倒的な力をこの手に。見慣れんやつがいるようだが、私の邪魔はさせんぞ。喜べ兄弟、私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになるのだ。目指せ完全体。さあ、おとなしく吸収されるのだ、17号。誰が貴様なんぞに。そうはさせんぞセル。16号、私の邪魔をする奴は誰だろうと容赦はせんぞ。さあ、これで邪魔者はいなくなったぞ。では、そろそろ吸収させてもらうぞ。離せ！離せ！今度はお前の番だ、18号。共に完全体を作り上げようではないか。誰があんたなんかと。待てい！18号は俺が守る。諦めるんだな、18号。違う、お前じゃないんだ。くそ、よくもクリリンを。許さん、許さんぞセル。気が大幅にダウンした。ヤムちゃん、出るなら今だ。恐るべき資格。ここは俺一人にやらせてくれ。お前、いつになく強気だな。まあな。おのれ、ヤムチャごときに舐められてたまるか。久々に見せてやるぜ、伝説の
魔法が風風剣。たかがヤムチャごときが生意気にとどめだ。待て。な、何？新規候補。はっ。うわやはり10日後というのは長すぎたな。悟空たちの木だ。あれ、やっぱベジータもトランクスもいるぞ。セルの木も感じるから生きてる。どうなってんだいって。精神と時の部屋での修行を終えた悟空とゴハンはセルが完全体となったことを知る。10日後に武道大会を開いてやる。せいぜい強くなって楽しませてくれ。やけに落ち着いとるな。精神と時の部屋で何か発見でもしたのか。まあな。この世界チャンピオン、ミスターサタンがセルなんてぶっ潰してやるぜ。やれやれ、どうしようもねえバカだ。そして10日後、運命の日が訪れる。やっと来たようだな、孫悟空。待っていたぞ。セルゲーム始まる。よし、オラからやらせてもらう。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。いいぞ孫悟空。今の私は体力が減っている。先頭とやらを食うがいい。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。メッタ、コウさんだ。おめえの強さはよくわかった。オラもうやめとく。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければおめえに勝てるやつはいねえからだ。おめえの出番だぞ、ご飯。な、無茶を言うな悟空。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。クロ、ご飯はオラたちの思ってる以上に信じられねえような力を持ってんだ。そいつら精神と時の部屋で解放され始めた。あれ、ご飯、平和の世の中を取り消してやるんだ。わかりました、やってみます。悟空を超えた戦士。生意気なガキだ。すっかりその気か。幸運かもしれんぞ。真の恐怖を知った途端死ぬことになるんだからな。もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ、お前みたいなひどいやつでも。僕には分かってきたんだ。お父さんがセルを倒せるのは
僕だけだって言ったことが。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超えてとんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。それどころかどうしても貴様を怒らせたくなってきたぞ。ご飯を怒らせようとするセルの前に16号が敗れ、仲間たちも次々と傷ついていくのだった。やめろ、やめてくれ。そこは人造人間。正しいことのために戦うのは罪ではない。精神を怒りのままに自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。余計なお世話だ。出来損ないも。孫悟飯爆発。許さないぞ、お前たち。いい気になるなよ、小僧。本気で私を倒せると思ってるのか。倒せるさ。
小さな核が破壊されない限り再生し続けることができるのだ。しかもサイヤ人の細胞によりパワーアップすることができた。最後の決戦。何がおかしい？火でも触れたのか？お父さんの敵が撃てて嬉しいんだ。貴様は私この手で殺したかったと思っていた。それはどうか。今度はそううまくいくとは思えんがな。このままでは終わらんぞ。消えてろ、ベジータ。お遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。地球ごと全てを消してな。どうした、孫悟飯。最後の抵抗を見せてみろ。抵抗したって無駄なことぐらい分かってる。おい、こら、諦めんなんてねえだろ、ご飯。お父さん、まさか、どこ？あの世から話してる。おめえも思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。そうすりゃ勝てるさ、絶対だ。だけど、今の僕は片方の腕しか使えないし、木だってもう半分以下に。大丈夫、おめえなら勝てる。自分の力を信じろ。わかりました。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。ちょっと聞いてくれ。前にブルマから言われたことがあるんだ。このオラが悪い奴らを引きつけてるんだってな。
考えてみっと確かにそうだ。オーラがいねえ方が地球が平和だっちゅう気がすんだ。だからよ、土やご飯には悪いと思うけど生き返らせてくんなくていいや。いつかおめえたちが死んじまったらまた会おうな。